はい、どうもゆいとしずくの暴走中です。どうも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 ということでですね、一人なんです今日一人なんです。はい、あの相方のですね、山崎ゆりがですね、 JKG のあのイベントでですね、本日欠席ということでございます。はい、寂しい限りでございます。そして絵面が汚くてすいません。はい、かなりあのごめんなさいねって言っても1時間付き合ってくださいみたいな感じでございますがね、若干テンションも微妙ですね感じでね。それテンション上げてきますよ。いいですか皆様、イエーイ、ありがとうございます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 。はい、早速ですね、そうなんです、そうなんです。はい、視聴者様、ですね、レッドコメットマックスさんありがとうございます、イエーイ。後ろの高橋さんありがとうございます、イエーイ。そしてですね、本日も観覧者様が来てくれてます。佐野さんありがとうございます、自分で拍手ありがとうございます。はい、そしてまた本日も絵付けしていただきました、じゃじゃーん。超美味しそうじゃないですか。今食べようかなと思うんですけど、食べちゃおうかな、食べちゃおうかな、食べますねこれね。あ、でもね、美味しそう。うん、あ、無理、あー、うん、うまい、うまい、美味しい、あ、超美味しいこれ。先月のキャビア料理、先月のね、先月のキャビアをね、相方が用意したんですけど、キャビア私あの庶民派なんで全然キャビアの味がの良さが分かんなくて、トンブリの方がいいって言ってたんですけど、これ美味しいです、ありがとうございます。ビールに合う感じですよこれ、ビールに合う、絶対ビールに合います、絶対美味しいです。どうですか、どうですか、どうですか、いいです。そしてですね、あとですね、さっきコンビニで見つけたんですけど、これシルク姉さんのコラーゲン、字がね1個違えば私なんですけどみたいなあれダメダメかダメかダメな感じですかね。あ、そう、さっきのこれのやつに辛そうって、そう、何気にね、いける、辛いの好きなんで全然平気です、いい感じです。そうなんです。そしてですね、今日はですね、またですね、スタジオがいつもと違いましてですね、秋葉原のフォルティスティアノさんであのやらさせていただいております。ここ超広いんですよ、めっちゃ広いんです。本当はね、暴れまくりたいんですけど、はい、あた暴れるとね、あの使わせてもらえなくなっちゃうんで、ちょっと自粛しまーす。そうなんですね、高橋さんごめんなさいね、ちょっと今日絵面がちょっと汚くて、でこめさんもなんか何も書いてくれてない、ちょっとちょっとね。そして今見てくださってる方もですね、こちらユーストリームはですね、全世界全日本からですね、生放送で見れる視聴者様双方向型番組となっております。ユーストリームに一度登録していただきますと、すぐにチャット参加できます。若干登録するのにね、めんどくさいんですけど、そこをなんとか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 お願いしていただいて、やっていただいて、この番組以外でもチャットの参加できますので、ぜひぜひね、ぜひぜひチャット参加してください、お願いします。はい、一人でも素敵ですよって、やった、ありがとう。あ、そうだ、今日止める人いないんだ止める人いないんだ、一人きついな、これ一人きついなっていうか、心の声全面に出しますけど、また頑張ってやっちゃった一人きついっすねこれね、どうしますかね、お客さんきっとね、見てくださってる方もこの子一人で何がやりたいんだろう、大丈夫かなこの子みたいなね、絶対思われてますよね、助けてください本当にね。ちょっとね、よいしょよいしょ、どうもどうもお願いしますということでね、これ今日相方がいないんで私がやってみました。この番組恒例の土下座タイムでございますどんな番組だっていうね、完全にね。で今日はね、私一人じゃちょっと心細いんで、まあまあ東京ドッカン金曜日を見てくださってる方であれば多分ご存知の、あの新宿2丁目の方から一匹お借りしてるので、どうしようかな、そろそろ呼ぼうかな。でもね、今ね、佐野小野さん、観覧者様の佐野小野さんをね、口説こうとしてるんですよね。でもね、チェンジっていうチェンジしろと、チェンジしろっていう感じなんでね、呼ぼうかしら。さあ、2丁目からようこそ。もうご指名ありがとうございます。もう本当にもうご指名いただいて、もうなんだってテンションが低い一言言っていい、こんな広いところでさ、一人で喋れて、まあね、頑張るよ私。テンション低いよ、テンション低いよね、テンション上げ上げで。後ろのお姉さん引いてる、聞いてない？大丈夫ですか？いきなり絡んですいません、本当に全力でございます。すいません、もう珍獣がもう。そうそう、珍獣猛獣だからね。そうそう、珍獣猛獣のコンビでお送りしております。まあ、本来の相方も珍獣なんでね、
まあ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 ね、そうそう、ほら乙女さんだ、乙女さん来た、あげあげって。いやもう嬉しい、もうほんと後ろのさんね、めっちゃ綺麗なお姉さんですからね。だけど綺麗なお姉さんなのに、私も全身タイツ着たいとか言ってしまう。全身タイツで思い出した。何思い出した？今日ね、うん、駅行ついたら、うん、駅に全身黒タイツの、うん、なんか集団がいて、うん、なんかキャンペーンやってたの。え、それはどう、何のキャンペーン？わかんない、なんか無料体験って書いてあったんだけど、うん、なんかよく 見なかったの。なんでそこ見てこないんだよ。違うとこ見てたもん。違うとこって今放送できないよ。そうそうそう、昼間だよ。あ、もう舐めるように見ちゃった。こらおい、こらおい、こらっつって遠い声出すよ、私本当に。ひゃーっつって、ひゃーじゃねえわ。しかもさっきさ、打ち合わせねえしたことと全く違うことこいつ言いやがった。本当にウケるな。ね、基本的にね、何言ったっけじゃねえわ、ひでえわね。違う、私ね、うん、違う、3歩歩くと忘れるから、うん、あ、違う、間違えた、ごめん、うん、2歩ぐらい歩くと忘れる。違う違う、あれでしょ、もう立ったら忘れるんでしょ。あ、そう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 、立った時点であれなんだっけでしょ。そう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 、本当に皆様助けてくださいっていう感じですね。すいませんね、本当にね、もう完全にすぐ絡もうとするから私。そう、もう辛い水だけかって噛んじゃった、もう一回辛水だけか。もう一回ない、もう一回ない、もう一回でもない。カットでお願いします。カットできない、生放送だよ。あー、バカ、大変大変大変、何もできない。今日は短パンですかって、短パンって、そうです、短パンです。見苦しい。あ、見苦しい。あ、本当、そう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 、ごらん手がダメ、手がダメか、手がダメ、お昼じゃあ、あのさ、あれなんだよ、まあ、話はちょっとずれるんですけど、試着室じゃなくて、あの普通に洋服選んでるとこう当てるじゃないですか、うん、普通の子がこうやって当てるじゃないですか、うん、私どうもこうやってやっちゃうんですよ。いやで、よくなんでまた開くのって言われて。あ、でもね、わかんないけど、でもほら、あの、あ、アーシさんが、ウジョーさんがキャーセクシーって、やんやん、ありがとう、なんか言えよ、なんか言えよ、おい、こら厳しい。あ、厳しい、きついきつい、どっちも意味一緒だよ意味一緒だよ。絵面がきつい、絵面がきつい。あのね、一周目と一緒でね、東京都関係部で一周目と一緒で、あー、もう厳しい、絵面が汚い感じで始まっておりますが、本当にすいません。本来はね、相方の山崎ゆりっていう子がいるんですけど、あのね、その子が絵は絵担当なの。絵担当っておかしいな。あの、え、あれ、佐野さん、あれ、あれ、唯一さ、そうそう、唯一さ、うん、今日絵面が綺麗なのこれじゃない？あとね、これね、そうそう、この2つが絵面綺麗、おかしいだろ、ま、おかしいだろ、おかしいだろ、お菓子に負けてるうちら悲しくねえか。見て見て、この比べ、比べて見て見て、この比べ、ない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 、厳しい厳しい厳しいね、いろいろ厳しいよ。うちら頑張ろう。うん、うちら、こんなうちらでも必死に生きてます。頑張ってます。なんで皆さんも頑張りましょう。何これ、何この番組、何この番組。そして彼氏募集中です。それいらねえだろ、完全にいらねえだろ、佐野さん、ドン引き。チェッチェッチ入りました。うちそういうのやってませんので。チェッチ入りましたね、チェッチやってません。多分ね、今見てくださってる方も多分入ろうかな、でもやめようかな、入ったら絶対いじられるな、怪我するなみたいな。いらっしゃい、怪我しに来てください。いや、むしろあのうちらを手なずけに来てくださいね、生ぬるいコメントからね、温かいコメントからあのずんどんどんディスってください、お願いします。ディスってください。そしてドンペリ待ってます。それドンペリ高いやつでしょ。ああ営業じゃない、ここピンドンだっけ。そう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 、何かの人的日曜日の昼間、そして秋葉原、上も下もメイドさん、メイドカフェ、あー、ドンペリ持ってこい。だけどおかしくないの、夜の発言ばっかりしてるよこれ。あー、すいません、照明のバーでから。あらあらあら、エミリー、ヤッホー、 あー、ありがとう、ありがとうね、エミリー。絵面汚いでしょ、今日も。汚いでしょ。そう、汚いでしょ。どうどう、怪我しに来たっていう。そうそうそう、あ、シャンパンコールでって来てるよ。いやもうできない。そうそう、あれ乙女ちゃんだって。そうそう、ユーリングね、ちょっと今今日 JKG のね試合で後楽園でこうやるんでね。そう、一人じゃきついので、きついじゃん、心の声全開に言いすぎちゃった。きついよね、あの、多分絶対視聴者様も、後ろさんも、ゲストさんも多分ゼロになっちゃうんで、厳しいんで、ちょっと借りてきた。借りちゃった。そうなの、エミリーさん、ヤッホーですって、答えてるね、普通に。いいわ、いいね、いいね。もう締めるよ、高いよ。この番組はですね、本来はですね、お笑い芸人さんを招きながら、私たちが笑いを学んでいこうという番組なんですが、ですね、今月ですね、
この時期から大体芸人さんたち営業とかライブの方でいろいろ忙しくなっちゃう時期なので、本日珍獣使いの芸人さんたちがゼロです。すいませんなので、皆様が私たちを飼いならしてください。お願いします。新しい方が今いらっしゃってくれた感じ、今ね、こうしちゃった。高橋さん、ゴンザレスさん、ゴンザレス318ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。こんにちは。こんにちは。どんどんディスってくださいね。待ってますよ。そう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 。あ、多分これ同じでしょ、多分。え、なんだこれ、字が違う。え、どういうことこれ。あれあれ謎。あ、違う。え、や、矢印なってるから、うん、多分誰かと会話したのか。あ、エミリーさんのコメントだった。あ、エミリーの。ちょっと うちらのバカ出ちゃったじゃない。視聴者さんの名前出て矢印あったのも、これ新しい人だけどチャットの人が見えない、わかんないって言ってたら、エミリーが高橋さんにこんにちはってやったのをうちらは勘違いしたっていう。はい、はい、すいません。すいません、ね、もうお詫び申し上げます。お詫び申し上げますは東京ドッカン金曜日の一週目でしょ。ああー、ないっしょそれ。妖怪カーニバルだっけ。妖怪サバイバル、はい、そうだ、妖怪サバイバルのね。そうでしょ。そうそうそう、マジかいね。エミがそうそうって言ってくれて、そうで、あ、消えちゃった。帰ってきて、帰ってきて、ゴンザレスさん帰ってきて、お願い、取って食ったりしないから。汚い。最近どうよ。夏だけど、うん、汗だくよ。梅雨はあれでしょ、2丁目の方々は外へ出ないんでしょ。そう化粧がね、剥げるから。あれ化粧だけだっけ。化けの皮は、うん、化けの皮が剥がれんなよって。で、視聴者様からもう大丈夫、剥がれてるよって。あー、もう正論っていう。そう剥がれてない。で、だから今、佐野さんと、佐野さん固まっちゃったじゃん。もう、固まんないで。そう、だから今、佐野さんと T さんを口説こうとしてるんでしょ。あ、もう、大丈夫。あのね、佐野さんも T さんも苦笑い。完全に苦笑いだった。そう。何もね、そう。キャビアとシャンパンを狙ってないっていう。キャビアさ、キャビアね、その先月食べたんですけど。いいなぁ。いや、多分あれが美味しいっていう方もいらっしゃるんですけど、私なんかやっぱ庶民舌なので、あんまりお口に合わず、秋田の名産ですよね、とんぶりって。とんぶり、秋田名産のとんぶりの方が私は好き。私キャビア好き、うん、キャビア好き、大好き。金のかかる女だな。寿司の好きなネタは卵。え、そこは安いんだ。そこ安いんだ。そこさ、ウニとかさ、大トロってくるのかと思ったら、そこ卵。あ、そう、聞かなきゃよかったわってなるわ。ほら、エミリンが佐野さんこんにちはって、こんにちはってやってくれてるよ、エミリン。そうそう。で、レコメさんがハロニチワって、ハロニチワ。そうなんです。そうなのね。この番組はね、こんな感じでいつもね、ぬるっとトークから始まるんですけど、今日は全部ぬるっとでいきますね、ぬるっと、うん、いいの、ぬるっとの、ほら、ぬるっとがうちらの持ち味だし。でも、ぬるっとってなんか、ファーストコードいいの。そっちじゃねえよ。そっちじゃねえよ。まだ昼間。しかもここ、秋葉。上と下、あのメイドさんのメイドカフェ。しかも上、うさぎのかけた方とかだから。で、ここも、フォルティス・ディアナさんも、そういうアイドルさんの箱だから、ダメダメ。ダメ。失礼。NG、完全に NG で。本当に。びっくりしたわ。2丁目ですいません。完全に2丁目で放送したらいいかもしれない。OK。うんって納得してくれたけど。でもね。2丁目を連れてきた時点で。そう。かっかり。そうだね。2丁目をね、秋葉に連れてくる時点でね、NG。そっか。そういうことか。そう。で、逆に今度さ、T さんに頼んで2丁目で放送する。ああ、もう。そう。でもね、苦笑いだった。がっつり苦笑いだった。絶対行かねえよ。勝手にやれよっていう顔しちゃうと。ですよね。そうですよね。で、後ろ、高橋さんが、庶民的って来てで、ね、メイドいいですよね。メイド今度から2人ともメイド服でお願いしますって。あら、もう絵面汚いわよって。多分全部モザイクになりますよ。うん。完全に。これモザイク機能がね。ね、多分前あって、そう言ってるとモザイクされちゃうよ。で、乗っちゃったよ。二丁目放送楽しみって書かれてた。で、乙女ちゃんのメイド服見たいって、エミリン。いやな、もう汚いわよって。エミリン、言って後悔するの。エミリンだからね、絶対。佐野さん見たいですか。試しに。でも、Tさんはどうですか。見たいんだ。あれ、メイド土産に。そっち兄弟っていい。いろいろダメだと思う、今の発言。今の発言ダメだと思う。見たら、うん、
発狂して、ね、発狂しちゃう。そうじゃあそうじゃあ二丁目メイドでお願いしますって。で案外可愛いと思うって。案外って案外ってさ失礼ね。もうじゃあちょっとやるか、メイドや次のね。ほら最近東京ドッカン金曜日って、ま、やってる番組やってるんですけど、じゃあおやつにドッカンで。おやつにドッカンはまずいだろう。エミリン、ほら言ったエミリンさんがね、うん、そうそうそう、責任取ってって。あ、そういうことか。そうそうそう、あの多分エミリンただ単に引きつるから、ただ単に引きつるか、最近のエミリンの毒が出てくるから。あ、もうそうそうそう、どうする。じゃあ1週目にやる。1週目にメイド服着る。あえての責任取らせる感じに。2週目持ってんのメイド服。ないないんだ。誰か持ってる方今いらっしゃいませんか。レンタルでお願いしますね。え、結構だってお金かかんじゃん、ね、リアルな話。おやつが欲しくなるので遠慮させていただきますとか。いや、ちょっと おやつが美味しくなるので遠慮させていただきますって。ちょっとなくなるのでね、絶対のに美味しいわよ。でレッコメさんがまた緊急発令されちゃったよ。あ、でも今日意外に普通かも。うーん、緊急警報発令、ジャイアント雫ゴジラが秋葉原上陸、避難してください。避難しないでください。もうね、冷静に。そうね、でもいつもね発令してくれるからね。そうそうそう、ね、シャーザクだからね、うん、レッドコメントマックさん知ってる。赤い水星。もうガンダム好き。ちょっと好き。そう、若いから分かんないか。3倍速。そう、そこだけかよ。あれ、あ、提供しますだって。後ろの高橋さんがメイド服もらい物があったはずだって。はーい、マジっすか。サイズは OK です。でもサイズ高橋さんの着れます。いや、着れねえだろ。ちょっとね、セクシー。いや、無理、汚い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 。映ってないっていうね、うん、あのね、でもね、顔聞いたれて成功。 T さんさすがっていう、T さんさすがっていう。ほら、佐野さんの顔もうひでえよって、もうグダグダだよって、ね、すいませんね。すいません。そうね、まさかの。でもね、私一人だったらもっとグダってたから。大丈夫大丈夫、私のじゃないからってことは。切れるってことか。切れる。あ、じゃあぜひ2週目に、2週目に、2週目にぜひぜひ来てください。ぜひぜひね、本当に来なよ。持ってきてくれたから本当に来なよ。切るわよ、絶対切ろよ。切るよ。あ、じゃあちょっとカメラの前で宣言して、2週目メイド服持っていただけたら来ます。来月、うん、はい、日にち分からないけどっ って。そうそう、3時半エミリーが3時半で落ちるよ、ごめんね。あ、いいよ大丈夫よ、ありがとう、ま、来てくれて。まだいてくれるから、まだあと10分、あと5分あるから、うん、大丈夫大丈夫。そうそうそう、なのよね。そうなの、いつもね、私ねひどいから、いつもね投げるから。チャッターさん観覧者様に投げるから。投げっぱなしか。投げっぱなし。そう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 。でもたまに拾いに行くから、こうやって。あ、たまに拾いに行くんだけど拾えないから、こうやって。そうそうそう、なんか言って、なんか言って。コメントしづらいわ。あのね、しかも足がバーってやっちゃった、こうやって。そう、まあ足閉じて見えてないけども。よいしょ、あと見えてないから。そうだ、分かんない。そうそう、ちょうどね、あー、汚い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 。でも見えない、意外にね、見えない見えない。バッチバッチ、ちょっとやってみちゃう。頑張って。ウェルカム。あ、じゃあ M 字開脚して、このソファの上で靴脱いで、靴脱いでね。うん、そうそう、今から乙女ちゃんの M 字開脚が。なんだこの番組、なんだこの番組、ね、自分でやっててもひでえなと思う。今日は M 字開脚にならないと思う。完全に今日はあれだな、あの終わったらちょっと反省で、ちょっと下のファミマであのビール買って、こう、ね、サキイカ買って、あー今日ダメだったなーって、今日やばかったなーってずっと反省だよね。はい、靴脱げた。そうそうそう、じゃあM 字会があっていうか、レコメさんがさあ秋葉原にでも行こうかなって。じゃあちょっとっもっと早く来てくださいよ。ちょっとひどいな。で高橋さんが M 字会客は楽しみって来てる。じゃあ M 字会客まで、はい、3、2、1。エロくねえよ全然、ただのヤンキーやんって。なんかね、ちょっとしかもね、うん、カメラがねちょっと上向いてる、うん、あの一言言って、それはあの本当に映したら多分本当にまずいと思って、 T さんの配慮ですよ。すいません、もう絵面汚くて。本当に映したら本当にピーってなっちゃうから。そうそう、多分そういうことだと思う。 M 字はできませんって。 M 字ってどうだっけ。あ、やんなくていいから。あ、やだ、ツッコミありがとうございます、ツッコミありがとうございます。そう、どうだっけとか。まあ、こうなんのよ。あの、インリンオブジョイトイさんでしょ。最近見ない。そうそうそう、最近見ないとか言わないの、電波通じて。まずいでしょ、それ。あ、本音がね、まだ頑張ってらっしゃるから。
あ、ぜひぜひね、今見てくださってる方もね、ぜひぜひ私たちをディスってください。お願いします。チャット参加、若干チャット登録するのにめんどくさいと思いますけれども、あのね、ユーストリームにご登録していただければ、この番組以外でもチャット参加できますので、私も あのアカウント持ってたりしますので、ぜひぜひチャットの方をお願いします。ぜひぜひぜひっていう感じでね、面白い番組見れちゃうよって。そう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 、結構ね、結構ほんとチャットで参加するのも結構面白いので、ぜひぜひ、結構ね、そう、チャットの参加をしてみて、チャッターさんの気持ちが分かるみたいな。うん、それまではあんまり分からないじゃん。今なんでこうやった？今ね、顔がずれたよ。すごい、その顔佐野さんにやってあげて。やだもう。なんで照れてんの？モザイク。ああ、そういうこと？そうでもないって顔したよ。次。チャチェンジ、3回のチェンジいただきました。そう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 。そうそう、あれかな、猫目さんスマホかもね、もしかしたら、うん、消えたり入ったり。そう、ガンダムのお台場のダイバーシティさんって、最近フジテレビさんも後ろにできたんですけど、あのガンダムの等身体があるとこなんですけど、まだ行ってなくて、私超行きたいんですよね。誰かね、視聴室まで行った方いらっしゃいますかね。行った行ってない。ほら、そろそろ夏休みじゃん、世の中的に、うん、世の中的に。なので、おすすめとかさ、今年の夏、何をあそこ行く予定、箱根で、うん、あのエヴァ、箱根がエヴァの元になったらしくて、うん、そうそうそう、うん、エヴァの街ってなってるから、うん、エヴァ見に行くっつって。あ、好きなんだエヴァ。好き。ちょっとエロい体の子でしょ。なんで止まんだよ。水色の髪のちょっとエロい体の子。レイちゃん、レイちゃん、レイちゃん。そうそう、私あっちじゃなくて、赤い服着た茶色い髪の方が好き。あっちが好き。2人とも嫌いっていう。嫌いなのかよ。あ、てか、レコミさんが、だから、ジャイアントキシズクギドラさん、こんにちはって、こんにちは。でも、ギドラじゃないよ。なんかね、ゴジラからギドラになっちゃった。あら、首3つって。まあ、そう。首3つあるかな、私。おかしいな。あ、そうそうそう、でも、髪の色が似てるからね。ほら、こうすれば、首3つ。そうだって、こうしたら、ひみこ様ってなっちゃうじゃん。あ、滑った。滑ったって、大元の人に失礼になっちゃうから。本当に。あっちの人に失礼になっちゃうから。大元がやったら面白いけど、うん、姉さんやると、あ、そうね。その、あの、全国の、あの、ハイキングウォーキングファンのさん、すいません。すいませんでした。本当に調子乗ってすいません。調子乗ってないけどね。すいませんっていうことでね。そうね。なんかないの？そこ行き、箱根に行きたいの？箱根行きたい。箱根って言ったから、乙女ちゃんが箱根っつうと、その男の人と一緒に温泉？婚約みたいな、そっちかなと思ったんですけど、いないわって。あ、でしょ、むしろ箱根のそこ行って、その見る体でそこでちょっとイケメンにつばつけてこうやって、あー、で、今夜はこの人、今夜はこの人って言ってんの。もうお前チャラいな。ドバイ行きたいって。ドバイ行きたいって。エミリンセレブか。完全セレブか。連れてって。いや、むしろ私行かなくていいから現金ちょうだい。違うか。そうそうそう、正論。で、小林さん、来月都内に行くときは隠れて見に行きたいですよって。だからさ、隠れないで来てくださいよっていうね。緊急避難警報出ちゃうからね。そうだよ、隠れないで来てくださいよ。取って食ったりしないですよ。いや、食べるな。食べるの？だって食べるの乙女ちゃんでしょ。私は食べないもん。あー、別の意味で。ねえ、佐野さん、取って食ったりしないでしょ。いやいや、おかしいでしょ。たまに食べるようじゃないでしょ。おかしいでしょ。誤解産んじゃう、おかしい、おかしい。被害者の会ができちゃう。被害者の会っておかしくねえか。そんなに。そして私、無駄に声張ってるから、後ろの人すいませんっていうね。まあ、ね。すいませんっていうね。雫被害の会っていう。そうそう、画面落ちたけど、一瞬。多分もう、あ、ひどい、やっちゃった。放送できないっていう感じでね。そうそう、そうなんですよ。皆様のご協力で、この番組成り立っております。いつもはね、芸人さんにネタやってもらったりとか、うん、無茶ぶりでやるんだけど、なんかやりたい？なんかやりたい？やだ、ネタやって。じゃあ一発ギャグやろうか。え、はい、さ、一発ギャグまで、3、2、1。待って待って、あ、一発ギャグ持ってない。早くやれよ。一発ギャグ持ってな、もう。じゃあ分かった、男を口説く時の、うん、短めのセリフで、あのカメラに向かって。くどくセリフ、うん、待って、考えさせてよ。あの、生放送なんで、うん、生放送なんで。そうそう、だからね、考えさせて。いや、考えさせてやって、とりあえずやれよ。待って、新しい視聴者様が、ありがとうございます。ドラゴンクールさん。ドラゴンクールさん、ありがとうございます。こんにちは。
こーにゃーちわー、どんどんディスってください。お願いします。じゃあやるか。オッケー、短めで。オッケー、短めで。短めで、カメラの前の皆さん、短めでバケツの用意を、バケツ100個ぐらい用意していただいて、今から乙女ちゃんが口説きます。あなたを口説きます。まで3、2、1。お味噌汁作らせてください。どうよどうよ、研究じゃね。もう一発、もう一発、はい、3、2、1。あ、なんもないんだけど。あ、じゃあ、かった、佐野さんに向かって口説くセリフを、3、2、1。口説くセリフ、口説くセリフね、口説くのね、口説くのね、OK、OK、OK、3、2、1。手料理食べてください。チェンジがね、4連発だった今。じゃあ T さん、 T さんに向かって、 T さんに向かってやろうか。もうネタないんだけど、 T さんに向かってやろうか。無茶ぶりだーってやってくれて、で、卵焼き作ってくださいって言ってて、あ、作れる。で、ドラゴンクールさんもいいねって言ってくれてる。ありがとうございます。じゃあ今見てくださってる T さん、 T、 今皆さんくださってる方プラス T さんに向かってやろうか。今のじゃないやつね。今のじゃないやつ。待って、他なんかあるかなって、なんかあんでしょ、おとめちゃん、なんかあんでしょ。放送できないからさ。放送できる範囲内にしてね。ほんと勘弁してね。いつもは放送できないからさ、相方がいる時でさらギリギリなのに、まずいから。ほら、2丁目だからさ。あ、そっか。じゃあ放送用によろしく。放送用で。そうそうそう。あ、オッケー。うん、じゃあ、口説くセリフまで3、2、1。私のここ空いてます。あ、もうだってノーコメントだもん。どうですか視聴者様、今ね増えたんだけど、やっちゃった。で、レコメさんが緊急警報発令、ジャイアントシザクギロラ、何本体、何本体、何本体、読めないこれ、なんとか、うん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 、結成しませんかって、なんだろう。エミがまたって、またねって言って、あ、新しい人さんもありがとうございます。マイモさん、マイモ、マイモ04、マリモさん、マリモ0410さん、本当にありがとうございます。ディスってください、どんどんディスってください、お願いします。ディスってくださいっておかしいよね、私いつも言ってるけど。でもほら、欲しがるから、私もユーリも欲しがり屋だし、乙女ちゃんも欲しがり屋でしょ。まだ昼間、え、そっちの意味じゃないんだけど、普通に言ったんだけど、もう寝る、ね、脳が完全にこっちですよね。失礼しました。あのね、ドラゴンクールさんが空いてるならくださいって。いやだ、もうあげちゃうっつって。あれ、これ乙女ちゃんの、まあ乙女ちゃんの、あ、じゃあ宣伝しちゃうかね。ファンの方じゃないですかこれきっと。あらあらあら、いいな、ずるいな。あのブログ、オレンジローズでやってますので、よかったらコメントペタ、あの愛の告白待ってますっつって。いいな、なんかちょっと嫉妬、はい。あ、くどいてくどいてくどいて、みんな、いや、何つう無茶ぶりするっすか佐野さん。くどいて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 って雑だよ。雑、いや、次やっても拾えないでしょ。拾ってみせる。言ったな、言ったな、言ったな。頑張る。承認者2人いるから、で、視聴者様も承認者だから頑張る。拾えてなかったら拾えてないってちゃんと、あの、書いてくださいね。どんどん書き込んでくださいね。くどき、うん、私あんまりくどいたことないんだよな。私もそう。よく言えば、くどか。昨日も今日もで、明後日休んで、その次もくどくんでしょ。うん、くどかれる方だからさ。おお。くどくってどうやってやるの。だから味噌汁作らしてとか。私普通になんか、くどけ、あ、わかんない、私甘えられる方が好きなんで、うん、なんか頼りにされる方が好きなんで、まあ、可愛げがないっていう子が出るんですよね、残念ながらね。そうなの。あ、くどけってどうやってやるんだろうな。くどく、一人じゃ寂しいのんって。あ、でもね、今ね、おーってなった、おーってなった。うん、あの、本当に吐きそうになった。あ、吐きそうです。あ、突発体って教えてくれてありがとう。突発体か。ありがとうございます。読めなくてすいません。あ、これが読めなかったんだ。そう、読めなかったの。漢字弱いからさ、私。そうそうそう。空いてるならクラスターがすげえちょっと羨ましいの。やったね。いつでも空いてます。24時間。みんなかまってー。かまってかまってー。で、くどいて。っていう感じ。口説きって分からない。なんかセリフください。なんかセリフください。視聴者様もぜひぜひ、じゃあ2人に口説いてほしいセリフをね、ください、ください。あの、でも、あの、
具合悪くなっても責任持てないのですいません。持てませんので、あの具合悪くならない程度のセリフください。お願いします。お願いします。あと放送コードもね、引っかかない程度でね。そうです、そうです。あのね、お願い事多すぎかな。すいませんでした、うん、もうお願いしっぱなし。そう、減っちゃったじゃねえかよ、そしたら。ああ。ちょっとマジかよ。あ、でもまた増えたけど。まあ、メリーさん時間だからね。そうそう、で、多分高橋さんも多分あれかも、あの、スマホとかかも。そうそうそう。ね、スマホとか iPhone だとどうしても落ちやすかったりするので、ね、すいません、それでも見てくださって本当にありがとうございます。すいません、お手数をおかけして。なんかないですか？メイドコフ、秋葉だから秋葉メイド風にお買いなさいませみたいな感じですか？あ、じゃあ言おうか。なんか、ね、私から言った方がいいか。アヤマンジャパンしか出てくる。いいよ別に。あ、じゃあ分かった、乙女ちゃんはアヤマンジャパン風にメイドで、メイドでお買いなさいませ、ガシャジンさん。ごめんなさい、本当に全力ですいませんでした。本当にすいませんでした。本当に全国のメイドの方、本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。声がしゃがれちゃうから。もう。はい、じゃあ、アヤマンジャパン風のメイドで。3、2、1。お帰りなさいませ、ご主人様。行くときは一緒だよ。それやめなさい。最後の言葉やめなさい。まだお昼です。全力でお昼です。そしてここのフォルテズニアナさんにも迷惑かかるから、それやめなさい。だって私、カラオケで言ってるからいいのかな。いや、でもドラゴンクールさんが嬉しい。二人とも謙虚でいい人だって。いや、ありがとうございます。ただのバカなだけです。ただのアホなだけです。本当にね、全部ね、全部なんかね、思ったこと口に言っちゃうバカなだけです。すいません。本当に嬉しい。超嬉しい。喉ガラガラしてるし。顔文字が可愛い。ね、ニコって顔文字入れてくれてる。いやー、マジ嬉しいですね。ね。なんかそう、最近あれなんですよ。なんか、新しい視聴者様とかも結構見てくださる方が増えて、本当に本当に感謝しております。ありがとうございます。本当にいつも餌付けもしてくださるし。こんなのも買っちゃうし。これは関係ないけどね。でも本当これ一文字違ったらね。私なんだけどね。いや、乙女ちゃんがさっきこれ見て似てないって言ったけど、恐れ多いです。この方結構大御所です。知ってる。かなり大御所です。うん。しかもこの子だって、あ、そちらの方ですよね、多分。らしいよね。確かに、乙女ちゃんの2丁目の方だって私は聞いたんですけど。うん、私も聞いた。もし違ったらすいません。すいません。うん、って聞いたよね、確かにね。そう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 。そうだね。そうそうそう。高橋さん戻ってきた。ね、高橋さん戻ってきた。おかえりなさい。おかえりなさいませ。あー、バケツの用意が。おかえりなさいませ。フレッシュレモンになりたいの。どうですか？ちょっと言ってみる、フレッシュレモンになりたいのって言ってみる。え、女の人じゃ。え、女の人じゃ。ああー、シルク姉さん。あ、そう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 。いや、わかんない。なんか、こっちの方っていう噂が。噂がね。噂を信じちゃいけないよ。何これ。だから、しかも年バレるよ。年バレるじゃねえか。完全に。永遠の二十歳だよ。でも心は還暦です。I want you って。I want you。おかしくねえか。超ね、いつも以上にとっちらかってるよ。完全に。ああ、これ完全に帰り、缶ビール買って帰ろう。缶ビール買って裏でちょっと。私一人反省会するわ。私ビール飲めんな。あ、ビール飲めかないか。そう、シャンパンがいいよ。金のかかる女だな、本当にこいつは。すいません。私、淡麗でいいです、淡麗で。淡麗安くて美味しいんだよ。ドラゴンクールさんが。海苔めっちゃいいですねって、イエーイ！海苔とテンションだけで生きてます。だろ？はい。ここみね。そう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 。何ちょっと、レッコムさん。どういう意味これ？ジャイアントしずくギドラさん。今日も、川？川？リンゴとかの川？川で可愛いですね、わらわらわらって。どういうこと？どういうこと？可愛いですね、ですか。うん、あーって何？違う、あの、皮膚がいいのかなって思って。おい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 皮膚がいいですね、おかしいでしょ。皮膚が分厚くていいのかなって。で、高橋さんが、焼酎でいいですって。焼酎飲むんですか、お姉さん。あら、一緒に。焼酎って大人ですよね。でもね、うん、バーが似合うんすよ。あらー、うん、なんかね、視聴者様同士のそのコミュニケーションとかも取れればいいなっていう感じでですね、あの観覧も行っておりますので、ぜひぜひ、はい、そうなんです。ちょっとレッコメさしずくを信じちゃいけないよ、わらわらわらっておかしいでしょ、おかしいでしょ、本当に。いや、でもいつもありがとうございますって感じですけど、ちょっとあ、ドラゴンクールさんが最高、ドラゴンクールさんが最高です、元気出てきたよって、やったー、わーい、超嬉しい、本当ね、うちら、こんなうちらでも必死に生きてます。
生きてます。なので皆様ね、いろいろね、悩みとかね、お疲れ気味とかいろいろあると思いますが、あこいつらでも必死に生きてるから頑張ろうかなと思っていただければと思うので、ぜひぜひ、かわいそうだなっていう、哀れみでもいいので、ぜひ私たちを応援してください。何これ、私らを踏み台にして。踏み台っておかしくねえか。ええー、じゃねえよ、ええー、じゃねえよ、ええー、じゃねえ、おかしいだろ、ほんとに声張りすぎだから。そしてですね、オッケー、今流行りのね、ローラね。ローラかわいいっすよね。かわいい、マジ大好きなんですけど、超かわいい。なんか、ね、なんかほんまでっか TV でローラの分岐してて、この顔の周りになんか動作するとかわいく映るってやる。あ、ほんとにやると思った。なんかこうやったりとか、なんかオーバーリアクションで、あーみたいなのと可愛く見えるとか。でも元がローラ可愛いからじゃねえか。でもね、今ね、見たの、自分の動きを、うんうん、そんな可愛くなかった。うん、多分ね、元がやっぱり大事。そう、元がね、大事よって。多分ね、うちらがやると確実にバケツ用意、うん、バケツ1個じゃ収まりきれないよ、うん、多分バケツ100個ぐらいないと多分確実にこぼれちゃう、ね、うん。ちょっと佐野さんの方が可愛いっておかしいじゃない。観覧車様の方が可愛いっておかしくないですかこれ。ちょっとおどけてみる、ね、可愛いよ佐野さんもね。あれなんですよ、佐野さん、そのこの後にね、相方のユーリンの JKG の試合を見に後楽園ホールまで行くんですけど、その前に来てくださる感じで、いってらっしゃいませ。そうそう、あ、そうやってくれた。そう、めっちゃノリがいい方なんですけど、いってらっしゃいませ。うちらよりスケジュールがいっぱいっていう。あらあらあら、分けてほしい。そう、いやいやいや、でもすごい、ちょっと分けてうちらにっていうね。うちらもお仕事欲しいなー、欲しいなー、欲しいなーってあったよね、ありましたよね、欲しいなーって。あれ伝わりません。そうです、そうです、星野亜紀さんの欲しいなーって、星野亜紀さんのファンの方、全力ですいませんでした、すいませんでした、全力ですいませんでした。はい、あ、そうで、ドラゴンクールさんがローラいいね、超天然って。そうなんです、かわいいっすよね。かわいいっすよね、マジかわいいっすよ。なんかもうキュッとしたいもん。絶対いい匂いしそうじゃん。あー、それはね、うん、そう、ギュッて、多分ね、ローザさんファンに殺される、確実に殺される。お前、お前の汚いのが映るからたまんじゃねえよって言われちゃう。あ、今すごい顔しちゃった今ね。なんか言えよ。あ、そう、おめえのーみたいな、おめえのーつって。これをね、どうね、調理すればいいかね。処理がちゃんと言えてないしね。調理すればって言ったからね、うん、調理ね。そうそう、調理すれば。それはもう乙女ちゃんだろ、男をどう調理するかって。だから昼間もう男をどう調理するかじゃねえよ。暑いよ、すごい汗かきまくってるよ、ね、そうそう、超暑い。なんか告知ないの？告知あります。あれでしょ、あのダンスの告知とかあるでしょ。イエスイエス。しかもちょっと待って、ちょっと待った、なんで今持ってんの？あのね、これが出てきたんですけど、ね、これ東京ドッカン金曜日っていうですね、うちら私たち番組もやらせていただきまして、そちらのね、台本をなぜか今出てきたっていう置いてきて、大切にね、大切にファイリングしてるの。そう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 、なくしちゃいけないから。なくしていいんだけどね、別に終わったからね。はい、ブログはオレンジローズ、さっきも言ったけどオレンジローズでやってますので、よろしくお願いします、うんうん。はい、ちょっと待って、気になるコメント来た。ドラゴンクールさんが、ぶっちゃけ僕は右の人がタイプって。右ってこっち、どっちですか、どっちですか、こう見て右、それともこう見て右、え、どっちですか、ドラゴンクールさん、どっちどっち、右ってどっち。右はお箸持つ方、こっち。そっから、そっから、いや、わかる。え、どっち、マジで、え、ドラゴンクールさん、どっちか書いてー、書いて書いて。そう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 。ところで、コメさん、ジャイアント種族ギドラが2分の1ってどういうこと、2分の1になっちゃうってこと、うん、ちょっとちょっと、来週 YouTube で、はい、4月22日にダン、イベントがありまして、そこで踊らせていただいた映像が YouTube でアップされているので、グリステ・アラシちゃんで検索していただければ、いくつか動画がアップされているので、よかったら見てください。踊ってる、そう、踊ってるの、ね、珍しく、うん、そしてそして、うん、ああ、そうだ、ライフ・オブ・リセット、ライフ・オブ・リセットっていう、うん、ドラマに出させていただきまして、うん、詳細はまだよくわからないんですけども、うん、まあ、お姉役で出ましたので、うん、よかったらブログの方で詳細チェックしてみてください、うん、オレンジローズでね。あ、ここで新しい視聴者様ありがとうございます。ニコ、ニココ、ニコ、ニコ、ニココイットさん、合ってる？ニココイットさんで合ってるかな。ニココイットさん、ニココイットさん、ありがとうございます。
こんにちは。ニココイ。ニココイとさ、ニココイとさ、ニココ、ニココ、ニココイ、ニココ、ニココイチさん。ニココイチさん、ありがとうございます。こんにちは、どんどんディスってください。ありがとうございます。嬉しい。ドラゴンクールさん。やったやったドラゴンクールさん、メガネの位置だよ。やったやったおかしいな。超嬉しい。超テンション上がる。おかしいな。やったうんよかった、2丁目の方には私勝てる。いつ普段だとね、可愛い子いるからどうしてもね、こうなるけど。おかしいな。やった、2丁目には勝った。よし、おかしいな。2丁目には勝ったってダメこれ。おかしいな。ダメこれ。あ、ちゃんと映ってないのかも。ちゃんと映ってるよ、映してくれてるよ。あれあれ、本当にやった、超嬉しい。あ、離れちゃった今、嬉しすぎて、嬉しすぎてちょっとで興奮しちゃったよ。あれあれ、マジ嬉しい、本当嬉しい。ニココイットさん、あ、ニココイットさん消えた？消えてないや。私が今いじっちゃったんだ。あらあらあら。ね、ちょっと、じゃあ私も宣伝しようかしらね。最近ね、自分の宣伝あんまりちゃんとしてないことが。ね、私落としてきた？もしかしてどっかに。何を？え、画用紙落としてきたかも。え？あったあった。失礼して。焦るわ。焦るわ。はい、すいません。私、桜木しずくと言います。アメーバー、ミクシー、ツイッター、すべて桜木しずくでやってますので、ぜひぜひ、ペタとかコメントとか、くださーい。お願いします。はい、ゆっくり告知できるって久々。ね。でですね、先ほどからドッカンドッカンと言ってますが、こちらこんな感じでですね、毎週金曜日、東京ドッカン金曜日という番組をやらさせていただいております。こちら1週、2週、3週、4週、幻の5週と、すべてメイン MC が違います。で、私たちは毎週出てますが、野獣なんですけど、毎週出てます。で、こちらも、チャットの参加ぜひお願いしますとともに、こちらも観覧も行っておりまして、こちらは、乃木坂にあるサンズスタジオというところでやっております。生き方などは私のブログを見ていただければと思います。はい、ぜひぜひ来てください。お願いします。ゆっくりできるって素敵ね。ね。でこんな感じで、この東京ドッカン金曜日のですね、グループもありますので、はい、お願いします。なんか面白いコメント見つけた。レッドコメントマックスさんが、うん、ジャイアントしずくのコンサートブログ、太ってやるっしょ。太ってやるっしょは、いやいやね、あの桜庭ゆかさんっていうね、ドッカン金曜日のメンバーの女の子がいるんですけど、はい、その子が痩せてやるっしょなんで、私が太ってやるっしょって。いや、これ以上太ったら大変だわ。大変だよ、これ以上太っちゃったらね、多分本当にね、着る服なくなっちゃう。そうそうそう。これでもね、痩せたんですよ。これでもね、マックスデブ…デブって言っちゃった。マックスを太ってた時より、マイナス20キロ、そして体脂肪もマイナス20を落として、今も現在進行形で落ちておりますので、もっともっと痩せますよ。痩せてやる。峰富士子体型を目指します。無理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 。いや、頑張ればいけるでしょう。ボンキュッキュになりますよ。そう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 。で、ドラゴンクルーさんがどんどん盛り上がっていこう。イエーイ、シャンパン持ってこい。いや、だからあおかしいだろ。そうそうそう。で、うのさん、のさのさんはここにいた。うちの高橋さんが、うちののーパンちゃんが死亡寸前です。え、どういうこと。のーパンちゃんってどういうこと。どういうこと、高橋さん。パンツ履いて。いや、そういうことじゃないでしょ。まだお昼。そうそう、びっくりしちゃった。だってノーパンに反応しすぎだから。お前は本当に。あ、ノーパス。あ、そういうことか。ノーパスかって。やーじゃねーわ、やーじゃねー。本当だ、ノートパスが見せてノーパス。すいません、本当にすいません。ノーパンって見えちゃった。本当、頭悪い。頭がそっちだよ、完全に。ひどいなぁ。なんかごめんなさい。本当。しかも、高橋さんが、一応パンツ履いてます、パンツって。すいません。はぁ、違うから、違います。はぁ、しんどい。そっか、失礼しました。本当、こんなのもやってます。YouTube でラジオも流してます。で、こっち私の映像じゃないので、声だけなので、声で騙してます。声で騙してます。はぁはぁ言い過ぎだから、本当に。すいません、てんてんてん、責任取ってパンツ脱ぎます。いや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 、さあ、いやいや、後ろさん、ダメ。佐野さん喜びすぎ。じゃあ2週目でっておかしいでしょ。そういうものになっちゃうから、そういう番組になっちゃうから。本当にちょっと見たい気がするで、おかしいでしょ。本当に本当、ケール熱い、ケールやばい。豚汁超出てきた。いや、もう旨味成分が、旨味成分すごい出てきた。あとですね、こちらの、ゆいとしずくのグループもございますので、こちらぜひぜひ入ってください。頑張って更新するので、ぜひぜひ入ってください。
お願いします。笑いすぎだよ本当に。今でも今つぼったけど。あとですね、明後日か、明後日の6月19日火曜日ですね、池袋ビッグバンボックスで、リングスリンクジュニアボリューム3、こちらメンズ中心のライブとなっておりますが、女の子も出ます。そして私制作等々 MC などなどいろいろ関わっておりますので、ぜひ、ね、こちら企画のコーナーもありますので、ぜひご来場ください。私に早めにメッセとかいただければ割引もできますので、ぜひ行ってください。で、その次の週ですね、こちらリングスリンクボリューム11、11であってる、11ってボリューム11、ボリューム11ですね。こちらは、レディース中心のライブとなっております。こちらもアイドルアニソンライブとなっております。こちらも企画もございまして、私も MC 企画等々こちらも関わっております。こちらもぜひぜひご来場ください。あとですね、こちらの番組ですね、ゆりとしずくの暴走中、瞑想中、お客様混乱中というね感じでやらさせていただいております。本来はですね、笑い芸人さんを招きながら、私たちが番組をね、笑いを学んでいこうという番組となっております。今回はですね、2丁目満載のいらっしゃいませ、2丁目を勉強中みたいな2丁目勉強してどうすんだっていうのもありますけれども、そんな感じ。普段はね、真面目にやってるので、真面目ではないですけど、山崎ゆりっていう私の相方がやっておりまして、その子は今日は JKG っていうイベントがありましてですね、 J ネットキックボクシングかなのあれがありまして、結構スタイルのいい子がいますので、スタイルがいいけどド天然なので、完全に私たちより暴走する感じなんですけど、それまた面白いのでぜひぜひ見てください。なんか消えた、ハテナになった。ハテナじゃない、ビックリマーク、ビックリマークになったまあ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 、まあ、うん、書いてる途中に、うん、これ喋っていいんだよね、言ってる途中に、うん、レッドコメントマックスさんが、うん、桜木雫ギドラ、うん、のブログ、裸になるっしょって書いてる、うん、裸になるっしょって、裸になったら映像できないでしょ。これ流れてんのかな、流れてますかね、流れてますかね、そうそうそう、こっち、そう、なんかびっくり、ここの画面がね、びっくりマークになっちゃったから流れてるかなと、うん、そう、レッドコメントマックさんがそんなね、うん、コメントしてくれてて、本当今チャットがだから見れない状態なんですけど、うん、F5 いた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 、来い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 、皆様のチャットが見たい、わーい、皆様の書き込みが見たいんです、お願い、上がってきて上がってきて、読み込み中、ただいま読み込み中です、ただいま読み込み中です、来たー、あ、ほんとだ、ありがとうございます、ほんとだ、裸になる人でしょって、いや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 、裸にな、私の裸別に誰もあれですよね、誰も多分ね期待してないです、そうなの、ほんとだ、全然期待してないって、あ、後ろのさんグループ入りましたって、ありがとうございます。で、2丁目楽しいです、2丁目って、イエイ、そうそうそう、ゆうりちゃんのブログ、ジャイアントしずくギドラを名刊する、召喚するってばよって、いやちょっと、そうね、ゆうりもねいい子なんで、ぜひぜひ応援してあげてください。ナルトっていうね、そうそうそう、暑い、そうそうそうだね、暑いね、やばくないこの暑さ、暑いね、暑いよね、うわ嬉しいな今日も、超テンション上がる、ね、いや本当最初はね、一時期はどうなるかと思って、私一人じゃ絶対1時間持たないと思って、おかげさまで乙女ちゃんをお借りして、佐野小野さんにも来ていただきまして、見てくださってるチャッターさんも来てくださいまして、本当にありがとうございます。今日も本当にありがとうございます、皆様のおかげで本当に私たち成り立っておりますので、本当に本当にいつも感謝しております。ね、暴言すいませんでしたっていう、ね、ピーすいませんでした、すいませんでした、あれではね、東京ドッカン金曜日のね、1週目は乙女ちゃんがメイン MC なので、かなじゃねえよ、そうでしょ、ま、先月はね、あ、今月か、そう、多分そうだと思うけど、わからないけど、詳細はブログで、そう、多分そうだと思うよ、多分で、1週目は残念ながらさ、残念ながらさ、妖怪サバイバル、はい、第2週目は東京ドッカン金曜日おやつにドッカン編なんですけど、第1週目は東京ドッカン金曜日妖怪サバイバル、その由来は妖怪カーニバルから妖怪サバイバルにね、うん、そうそうそう、変換して、要はまあみんな仲間だけど、妖怪が潰し合うから、そう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 、そうなんです、そうなんです、で1週目2週目は結構絵面がちょっとねバッチンバッチンですけど、あ、でもまあ3週目のメイン MC の月城明ちゃんって子はすごい可愛いので、綺麗なので、そうなんです、ドラゴンクールさんがモノマネやってってきた、モノマネですか、お題ください、お題ください、
モノマネ、うん、なんか持ってる一応アナゴさんのマネ。あーそうだやってたね、そういえばね。やったやったやった、マイク乗ってないって言うね。そうだ、じゃあ乙女ちゃんのアナゴさんのモノマネまで3、2、1。うー、ブタくん今夜いっぱいどうだい。さあ、はい、佐野さんどうですか。どうでしょう。チェンジがまた。でも違う、マスオさん、マスオさん、じゃあマスオさんまで3、2、1。微妙、超微妙。ね、超微妙。どうですか、ドラゴンクールさんどうですか。違う、あのね、うん、アナゴさんの真似っていうよりも、うん、アナゴさんの声をしている若本さんの声で、若本さんがもしもめちゃイケのナレーションをしたらっていうモノマネがありまして。あるね。そう、それをやったんですね、うん、それならできる。じゃあそれまで3、2、1。めちゃめちゃイケてる。え、ま、どうですか、どうですか、ドラゴンクーさんどうですか。あ、書いてください。あ、パチ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 、ナイス、はい、ありがとうございます。優しい、ありがとうございます。めっちゃ優しいね。ね、で、レコメさんが来月の金曜日に放送スタジオに見に行きたいですね、秋葉原のスタジオ。結局来てくれないじゃないですか。え、結局来てくれないですか。変なことないじゃないですか。待ってまーす。私モノマネあんまないな。モノマネ、あの顔、目を塞いで聞いてください。あの隣のトトロの、あのおばあちゃん、おばあちゃん、じゃいきます。3、2、1って振りちょうだい。3、2、1。えい、めーちゃん。うん、こんな感じです。どうですかね、書き込みよろしければください。どうですか佐野さん、微妙。あ、ドラ女子プロの絶叫ってちょっと。ドラゴンクールさん、うまい。あ、やった、ありがとうございます。優しい、ありがとうございます。嬉しい、熱い。あ、トトロだったらメイちゃんのモノマネ前やってた。本当に。うん、戻ってきていきなりアップだった。すいませんすいませんすいませんすいませ ん, ません。あ、じゃあメイちゃんのマネ。声マネじゃない。何、何マネ。動き、動き、動き。あの、まあ、クロクロスで捕まえた時の。あ、いいよ、じゃあ3、2、1。立つよ。うん。やや階段をね。あ、でもあのドラゴンクールさんが、そう、佐野さんも OK ってやってくれててドラゴンクールさんがその度胸に負けました、ニコってしてくれてる。本当にね、だって階段降りるときこんな感じじゃん。もう皆様の優しさで本当にね、こちら助けられてるよね。あー、もうやだ、本当に、ね、穴があったら入りたい。穴があったら入りたい。あなたが穴とか言ってやめなさい。本当に OK って来てる。そう、 OK OK って来てる。そう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 、一発芸ね。いや、そんなこんなでもう時間がね、意外にね、迫ってきてるね。大丈夫今日。もうごめんなさい、いろいろ本当にいろいろすいませんでしたっていうね。あ、でもドラゴンクールさんがやばいマジ爆笑って。ありがとうございます。ぜひぜひ、よかったらぜひぜひ、あのこのゆりとしずくの放送中は毎月第3日曜日15時から16時生放送で、私たち2人とも出てるのが東京ドカン金曜日、毎週、15時から16時やっておりますので、あのお時間が許す限りぜひ見ていただければと思います。お願いします。ぜひぜひ。嬉しいね。そう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 、レッドコメントマックス、レコメさん、やっぱり金曜日浅草ですね。だから乃木坂来てよ、乃木坂来てよ、変な声出すよって。そうそう、あ、新しい視聴者さんが、あ、本当だ、よ、よ、横野さん、横野さん、ありがとうございます。時間ないですけども、はい、ぜひぜひ、私、桜木しずくと早乙女ゆうき で, です私たち、あのブログでやってます、はい、あのまあ、ググっていただいたり、ヤフっていただいたりすればいろいろ出てきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そんなこんなでお時間なんですが、本日もですね、あの乙女ちゃん本当にありがとうね。なんか来たよ、なんか来たけど、とりあえず放置しておこうか、とりあえず放置しようか、もう時間ないからね。時間ないからね。で、乙女ちゃんありがとうね、今日ね。で、あのすいません。そうで、観覧者様の佐野さん、本当にありがとうございます。すいませんでした、いろいろ、はい、そして見てくださった方、チャットで参加してくださった方、本当に本日もありがとうございました。ということで、ゆりとしずくの暴走中、瞑想中、お客様混乱中は、また来月第3日曜日にお会いいたします。またねー。バーイ。乱入してきた。